回戦も残すところあと5試合。さあ第12試合、カナダのピットファイタージャックハンマー。両者下がって。さあいよいよ試合開始だ。始め。切られていく。カナダの喧嘩屋のたったの一撃で文字通り宙に舞う結果となったのです。どうする気じゃ、裕次郎。なんだ、何する気だ。我慢しろという方が無理か。あんたは違うのかい。ああ、何だと。どけ。聞いてみなきゃわかんねえもんだな。あいつ、クソ。大丈夫ですか、バキ君。危ない。第1回戦第13試合 D ブロック第1戦、山本実だ。さあ対する青龍の方が現れたのは天内優。武器の使用以外全てを認めます。両者下がって。ジェイチ点異常なし。私が持ちましょう。サンクスミスター天内。なんて跳躍法だ。来た。何。分かってる。だが、バランスのいい山本選手が。相手はもう。勝負あり、勝負あり。あとはよろしく。天内選手、あの山本選手をまさに足蹴に。さて行こうか。リチャード・フィリス、タキシード姿で登場だ。艦長。なんとオロチ選手は背広姿です。バキよ、あれは新進会代表のオロチドッポじゃねえ。ドッポ、人のいい野郎だ。セブエキってやつが大好きだな。決まった。ゴールド。かっこいいぜ親父。これは次の試合油断できませんね。
こういう喧嘩をね。青龍の方角、渋川流柔術、渋川豪気。あのじいさんを、結果がどうなろうと見て絶対に損はないぞ。格闘技ファンはもうそろそろはっきりと言うべきなのです。はじめ。うわあ、あれだけ撃ったら景色がドロドロじゃろう。なんて人だ。へえ、はじめ。俺がやってきた修行はすべて見せ。それももう終わりだ。ヒノキリ兄貴、どうした交渉。この健康有料野郎、神経組織に指をかけて紐を切るのがこれまでのやり方だが、今やった抜き手には360度の回転が加わっている。周りの神経組織をズタズタに引き裂く。この体勢はクレア。しのぎクレア、なすすべなしか。明らかな弱者に拳は向けられない。やはりお前は私には勝てない。の手術、うん、未熟者が。兄ちゃん許して。もういいんだ交渉。兄ちゃんに任せておけって。こんなの簡単、兄ちゃんに任せな。ダメだ。まさに意志であるしのぎクレアならではの技だ。任せろ。まさに今弟は兄を超えたのです。ハンマーバキだ。ズール。やっぱりバキ君たちの戦い理解できない。もう無理。に分けた。黙らせい。ここでの試合はボクシングや柔道のようなスポーツ格闘技ではない。フィリオの放った回し蹴りがなんと試合中断の明確な合図の後にもかかわらず。自分で歩いて帰ろうとしたバキの姿を見て。先生ストップです。ミスターズ、俺の気持ちが伝わっているかい。これで1対1対等な立場に。しまよったかズール。これはこれ勝負あり。ここで次の試合に登場の猪狩が入ってきた。最後の最後に美味しいところを持ってかれました。小綱だ。金龍山の登場です。猪狩寛治、金龍山。これ忘れ物だ。俺は驚きました。ほう、こりゃなかなか粋な計らいじゃの。
カニバサミ、これは相撲でいうところの小手投げか。バキ、気づかないかね、あの闘技場土俵じゃないか。気絶して土俵を描いてしまったのだ。つれ、おキラー、これは河津掛け、相撲でいうところのかばい手だ。プロレス VS 大相撲、この対戦は勝負はどうなっていたのでしょうか。私がなぜお前を打つか分かるな。よう、お二人。君たちの世界でいうダブルアームスープレックスを決めに行ったあの。よくわかったぜ横綱。一回戦で三宝王者のタクタロフに圧勝した姿は強烈なインパクトを残しております。超豪華ウルトラスペシャルリザーバー。こうしてチューブを巻いておけば1試合や2試合大丈夫でしょう。やる気じゃな、トバ君。悪役のジャイアントデビルっていや、今でも海外のオールドファンはおじけづくだろうぜ。プロレス VS 中国拳法、興味深い一戦がここに実現しました。トバが開始前に仕掛けた。くっ、1分以内で決着。出ました、オロチカズミ、空手の歴史に終身を打つ男、最強の極道花山薫が、恐るべし喧嘩師、恐るべし花山薫。花山、とどめだ。強くなってる、前よりもはるかに。この男の格闘センスは計り知れない。何を考えちゃう。受けが通用しない。どんなに惨めに見えようと。6、5、1。フレームリミットだ。蹴り込んだ水月を踏み台にして肩へ駆け上がっている。しかし勝ったのは私だ。フルタイヤを引き裂くとさえ言われる花山薫の握力。しかし花山のダメージも深刻だ。思い上がってんじゃねえ、このチンピラ空手家が。甘やかされ。あの花山と、てめえらとは才能が違う。万策突き果てました、オロチカズミ。近代空手の生んだ最高傑作は天才の胸中いかばかりか。なるほどね。この人は
せい。加藤、とりあえず鉄拳上達すげえ。空手をやってきたのは三馬雄二郎、てめえに叩き込むはずの技だったんだよ。拳が見えない。肩から肘へ、肘から手首へ。花山さん、また人世の宿を貸し、人世でなくなるはずのなが。花山さん、勝負あり。ここを止めると書いてブ、暴力を制する道、武道。まさに明確な勝利と言えましょう。うっす、かっこよかった、ね、自分は三度も負けたのです。うっ、あっちゃー。花山さん、花山さん、オーカード目白押し。ここに移植中の移植カードが実現しました。何をする、しばしはる。なんと左腕のギブスに続き、いや、パチキをかましている。さすが俺たちの隊長だ。世界チャンピオンなんてメジャーねえぜ。はじめ、しば飛んだ。信じられない光景だ。これは奇跡だ。これは明らかな反則だ。相手は世界チャンピオンだぜ。一切聞いていないと言わんばかりに、マクレガー二王たち。待て、あれは何じゃ。これは一体何の真似だ。勝てる、いや、この勝負勝った。マクレガーが仕掛ける。しかし芝一歩も引かない。まるであやとりだ。ダウン、マクレガーダウン。誰だ、誰がカウントしている。この地球上で一番強い男のことを言うんだぜ。おっと、マクレガー立ち上がった。なるほど、ついにマクレガーのアイアンパンチが。しばちはるダウン、決まった。同じだ、あん時と同じじゃねえか。ぶっ飛ばせ。もう違う、もうこれはボクシングではない。私にはまるで格闘技の殉教者のように。花山組の二代目。真剣な頃で失礼しました。不良の鏡だ。あ、まだおったんか。うわ、なんじゃ。レスリング600戦無敗の男、アンドレアノフ・ガーランドじゃ。